フィンランド軍参謀総長、レンナルトー氏と秘密会合を行う、レイク1938年10月、ニコライ・レイクは、エストニアの軍人、中将、エストニア軍参謀総長、国防省を歴任、ダリン出身、1910年、シュグエフ軍事学校を卒業、参謀将校として第一次世界大戦に従軍し、1917年、参謀本部アカデミーを卒業、 1918年2月、エストニア軍参謀長、中佐。解放戦争時、第五不評連隊長、第一、第三師団及びビルスク戦線の参謀長を歴任。解放戦争末期、大佐に昇進し、エストニア軍で唯一自由十字章を3個受章した。1920年から1923年、軍事学校総監。 1923年から1925年、フランスの軍事アカデミーに留学。1925年から1926年、参謀総長。1926年から1927年、及び1929年から1934年、第二師団長を務める。1927年から1928年、テーマント及び、トイニソン政権で、 国防省を務め、1934年から1939年、参謀総長となり、1938年まで国防次官を兼任した。1938年2月、中条に昇進。1939年から1940年、国防省となるが、1940年6月22日に退役させられ、間もなく逮捕。 1941年8月、ソ連に連行され、ウソリスキーラーゲリで死去。ありがとうございます。